こんにちは、無課金プロスペース研究家のフォルテです。このチャンネルでは自身も無課金でプレイしている経験から、無課金初心者の方向けのプロスペースで効率よく強くなるための情報を配信しています。今回は契約書大量開封と自チーム S ランクと自チーム A ランクのおすすめ球団の紹介をしていこうと思います。もうすでに今引いちゃったよって方もいるかもしれないんですけれども、今後の展望なども踏まえて選手解説とかもしていきますので、ぜひ見ていってください。ではやっていきましょう。はい、というわけで自チーム S ランクと自チーム A ランクね、おすすめ紹介していきます。これ個人的な意見なんですけれどもね、まずは無難にいろんな方が大半の方が欲しいっていう選手っていうところで考えると、ソフトバンク、 DeNA、 オリックスが無難におすすめかと思います。ここだと4分の2以上が当たり選手と言えるんじゃないかなっていうところですね。で、巨人、楽天に関しては坂本選手か田中将大投手、そこ1点狙いっていうところで勝負かけるのであればおすすめという感じです。この2人がちょっとね、抜けすぎててね、おすすめすぎるので勝負って感じですね。具体的にはまずソフトバンクですね。千賀投手とグラシアル選手、この2人がねおすすめで、千賀投手9位スタメンの A 同値に変わってくれましたので、特にリーグでデフォでね、同値なのは非常に使いやすくおすすめだと思います。で、特納とかも変わらず、球種も変わってなかった、通信も消えなくてよかったですね。はい、というところなので、今のうちに通信も確保したいっていうところで、はい、ぜひともゲットしておきたいところですかね。もう今後消える可能性はまだまだありますんで、今のうちに取りたい選手だと思います。で、グラシアル選手も能力下がってしまったんですけれど、リアタイ的には、特能がね、変わってないので、打ちやすさは特に変わらないかなっていう印象で、はい。できれば称号をつけていきたいわけですけども、十分強いかなと思います。その他ね、二人も十分強いかなという能力はしてると思います。で、オリックスに関しては吉田正尚選手と山岡投手がいいと思います。はい、こちらもね、能力的に、ミートが上がってパワーが少し下がったので、ステータスがね、落ちてしまったのがあれなんで、称号をつけていきたいところであるんですけれども、非常に能力高いのでおすすめになっております。で、山岡投手、リーグ的にも、9位がプラス1したので、9位へ乗せやすくなって、9位スタミナ A 同値もね、狙いやすくはなったと思うので、おすすめかと思います。で、特能じゃないや、球種に関してね、D カーブが、ナックルカーブに変わった件に関しては、リア対面では、個人的な弱体化かなと思いました。これちょっと今動画出しておきます。ツイッターで募集したら、ルーム戦してくださる方がいましたので、B ランクスピリッツ一律で、やらせてもらったんですけれども、B なので、多分、9位とかの感じで、キレの感じはね、緩いっていうところがあると思うんですが、前と比べて、見極めがしやすくなっちゃった気がしましたね。D カーブとテスラの、強みっていうのは回転軸が一緒で、っていうところが、見分けにくいっていうところで、強みだったんですけれども、僕やってみて、ナックルカーブね、投げた瞬間結構、あ、ナックルカーブだってね、わかりやすかったなっていうふうに感じたので、多分慣れの問題で、慣れたらね、結構打ちやすくなってしまうのかなっていう印象を持ちました。なので、僕としては山岡投手2020年バージョンのやつを、一旦持ってね、保管しておこうかなって感じで、当たっても、継承せずに、最悪2体持ちできればね、今後いいかなっていうふうなイメージですね。僕はリア対戦なのでそういった感じであります。リーグの方はもちろんね、継承しちゃって OK です。そんな感じですね。その他2人、比嘉投手はリーグ的にいいですけど、リア対的にはね、特能じゃない、球種が微妙なので、はい、使いづらいかなっていう印象で、足立選手は総力型なので、っていう感じです。で、DeNA は特にリーグ向きですね。リーグでおすすめな球団で、佐野選手、ミートがデフォで A に乗ってる。山崎投手も弱体化しましたけど、9位は A に乗ってます。で、球種はちょっと弱くなってしまった、ツーシームがね、変化量落ちてしまったので、やはりね、リア対的にはタイピンチもないし、使いづらいかなと思いますんで、はい。そこは微妙です。で、平投手も、9位と制球とかね、上がってます。能力上がってますんで、ステータス A が狙いやすいところになってます。リア対だと一応今、平投手が DeNA 最強なんじゃないかなって感じですかね。はい。そんなところですね。山本選手は守備固め、リア第4位っていうイメージです。はい、そんなところですね。あとは巨人と楽天なんですけど、ここは1点狙いな感じはしてきますかね。サンチェス投手は、スプリットが変化量上がったので、ちょっとリア対強化ではあるんですけれども、そこまで頑張って大当たりっていうところではないのかなっていう印象ですかね。同値だったらリーグ的に良かったんですけど、坂本選手が強すぎるっていう点ですね。で、楽天に関しては田中将大投手。これね、リーグリア対ともに非常に強いと思います。で、他に関しては、ステータス A が狙えればよかったんですけれども、うまいこと届かないようになってるなっていう印象ですね。76がちょっと今んとこ多い印象ですね、各球団。はい。で、続いて自チーム A ランクね、どこがおすすめかっていう話では、西武、日ハム、DeNA と、個人的には思いました。西武では、2人ですね、山川選手、ギャレット投手がおすすめです。
まあ、山川選手は、まあ、リーグリアタイともにって感じですかね。パワーが A になりますし、まあ、打撃、特能もアーティストなので非常に打ちやすいと思います。で、ヤルト投手に関しては S ランクね、9位79なので、まあ、リーグ的には、まあ、制球もちょっと低め、65なので、まあ、もうちょっと欲しいかなっていう感じはするんですが、まあ、リアタイ的にツーシームが D から C にね、強化されましたので、ここのね、変化はかなり大きいと思うので、まあ、僕はリアタイでぜひゲットしたいので、欲しいかなと思います。で、日ハムですね。こちらは中田選手と大田大選手。こちらですね。こちらがパワー82に乗ります、中田選手。で、太田選手、全同値ですね。はい。これ、まあ、まあ、極みにぜひとも乗せていきたい選手かなと思います。そして DNA ですね。ここ、今永投手が9位、スタミナの A 同値ですね。80、80の同値になりますんで、そこでリーグの方、特におすすめかなと思います。またね、リーグ向きはやっぱ多いですね。はい。外選手と、オースティン選手。まあ、ここは、まあ、外選手はパワー83なので、まあ、そこは、まあ、リーグ的にはまあ、いいのかなっていうところではあります。で、オースティン選手は、パワー A 乗ってないですね。73の78なので、まあ、称号が欲しいかなってところですね。まあ、二人ともリアタイでは打力でいいかなっていう印象です。で、なんですけど、僕のちょっと初日、グランドオープン初日に動画作るのになんかちょっと聞き取られてて、契約書で多分7枚ぐらい、期限切れ起こしてしまいました。気づいたらね、なんか10時ぐらい夜になってて、そのぐらいまで期限だったんで、S30% 多分ね、2枚ぐらいあったんですよ。あと S10% も多分1枚あったかなっていうところがあったんで、ちょっとね、落ち込んでるんですけれども、はい。これでとりあえずね、今映ってる3枚は適当にね、とりあえず引いといて、はい、オール B でしたという感じで、まあ、ここからまたね、ちょっと忘れちゃうと困るので、今から引いていこうと思います。てなわけで、ね、ゴールド契約書ね、ちょうどあと30枚あったので、30連引いていこうと思います。まあ、ここからとりあえず1枚かな。S1 枚来てくれたら結構嬉しいかなっていうところですかね。はい。狙いとしては、まあ、坂本選手と田中将大投手。この二人はめちゃめちゃ欲しいですね。いやあれちょっとね、強すぎますよ。うん、ちょっと、びっくりしました。ほんと笑っちゃいましたからね、この特番で発表されたとき。マジやり、ちょっと。ちょい。はい、オールビーの乗りかな。ゴールド契約書ね、ほんとダメなんですよね。はい。まあ、10連目はこんな感じでしたと。はい。じゃあ20連目いきたいと思います。で、他の狙いは、まあ、ロッテ石川投手ですかね。リーグでちょっとロッテの選手、まあ、昨日の動画で当てたんですけど、まあね、なおさらリアタイでも欲しいんで、石川投手。まあ、あとは、オリックス、吉田選手とかですかね。まあ、その辺のところが当たってくれると、自チーム S ランクね、迷わずいけるので、そのあたりが来てくれたら本当に助かるんですよね。またこれもダメか？ちょい。いやー、出だしが非常に悪い。いや、行こう。そろそろ行こう。30連目です。あと誰欲しいかな？まあ、千賀投手ももちろんね、欲しいですね。前で落ちの選手が減ったっていう印象でしたね。はい。さあ、A ランクが確定です。ここから S ランクが出てもいいんじゃないか。ゴールド30枚の結果。割れろ！はっ！ちょい、待て。いや、まだわからないです。ここまで来れば、一応まだわからない。おぉ、びっくりした。ダメですね。はい。それでは、確率契約書、10% 5枚と 30% 3枚いきたいと思います。本当ならば、4枚と6枚だったような、感じだと思うんですけれども、はい。さすがにここね、S ランク2枚ぐらいいってほしいかなというところでいきましょう。ここでね、来てくんないときついな。本当自チーム選ぶのに本当、悩みたくないので、そこでできれば、被ってほしいかな。それに関連しているところが。まあ、今後のミキサーで、どこを引くかっていうところもね、考えていくのも大事っすよね。というところで、ちょっと渋いぞ。頼むぞ。さあ、来い。割れるよね。一瞬怖かった。中島先生来るな。さあ、2枚目も A ランク。3枚目。来た！大和選手。持ってる TS の幻突に、あ、いや、ミキサーかな。そうします。お母さん選手ね。S ランクやばい、ちょっとやばいぞ。マジ引きやばい。T 岡田選手。いや、さすがにそろそろ。7枚目。ニアちゃん、中島選手、何ラスト頼むよ。さすがに嘘だ。まあ、太田選手いいけど。いや、引き渋い。いや、ちょっとやばすぎるんでね。必殺のスピストーで。S 契約書交換して3枚引いていこうと思います。じゃあ引きます。さあ、勝負の。ね、チーム S ランクもね、あと1枚あります。で、一応、まあ、V ロードね、ちょっとやるの遅かったんですけど、あとまあ10試合ぐらいすれば、もう1枚 GS が当たるんで、とりあえずランダム。
これ引き次第で GS を決めます。いやちょマジで緊張してきた。ここまで引きが悪い分さすがに来てくれ。坂本さん、田中将大投手、西川投手、吉田正尚選手、千賀投手、さあ誰が来る。運命の SK 百勝、 SK 百勝、 SK 百勝、石川投手、よっしょ誰かと思った一瞬。え、めっちゃ嬉しい。これはマジでかい。2枚目バーヘイケン投手。よし、いいよ。さあ、3枚目。田中投手か。坂本選手。坂本選手が一番最高。勝負です。3枚目。お願いします藤岡選手。ちょっと気抜けたわ。あー、なるほどね。ロッテに愛されてるな。球春スカウトも。東条選手ですからね。まあ、OK か。とりあえず石川投手は OK ですね。ああ、なるほどな。はい、というわけでね、もうほんと終電逃しちゃってるんですけど、ちょっとね、ここで引かないとね、ちょっとキリが悪いなってところで、自チーム S ラン契約書ね、ちょっと試合消化して、獲得してきましたということで、2枚ね、GS、巨人でいきます。もう坂本選手、狙い。まあ、最悪サンチェス投手も極みにできる、というところをね、高梨投手も超4までかな、いけるんで。まあ、とはいえね、坂本選手です。もう、これ外したらもうね、またミキサーする羽目になります。というわけでね、いきます。ここさえ決まれば、まずは安泰です、シリーズ1。とりあえずは。来い来い来い、よしよしよしでけえでけえ、もう、坂本選手、狙い。もう、坂本選手、狙い。もう、坂本選手、狙い。やった。え、もうどうしよう、じゃあ。ああ。え、あ、バカじゃん。何やってんの？じゃあ一枚ずつ引きゃいいんじゃん。もう思考力が。まあいいや、もう。当たったからいいや、もう。バカだけど、まあ、ナイス。うん。いや、バカ。うん。まあいいや、はい。出した。で、ラスト契約書、自チーム A ランク聞いていきます。で、ランダムはあるんですけど、そこもちょっとまだ期限も、残ってますし、自チーム A ランクあと6枚ね、まだ残ってるんですけど、まあ、そっちもね、期限あと、まあ、8日以上ね、あるやつは残しておきます。ちょっとあんま超欲しいみたいな A ランク今いないので、とりあえず、まあ、去年3月30日にね、ポジション追加また来てたんで、またそれを予想して、それ次第でまた選んでいこうと思います。てなわけで、ギャレット選手。山川選手でもいいんだけどな。でもやっぱギャレット選手、ギャレット山川選手、OK。でもやっぱギャレット山川選手。いや、1枚くらいで欲しいな。まあこれで極めにできるけど、今井選手。ギャレットとシャタンね。じゃあ狙うのやめようかな、S ランク。まあいいでしょう。まあそんな感じで。とりあえず今回は契約書以上にしておこうと思います。また次のポジション追加で考えていきます。はい。というわけでまた、無課金初心者向けに情報を出していきますので、そういった情報をしていきたい方は、基礎知識とか、イベント攻略育成のコツとか、出していきます。よろしくお願いいたします。チャンネル登録とグッドボタンですね。はい。Twitter では YouTube で話しない最新情報の補足のツイートとかもしますので、サクッと情報をしていきたい方は、そちらもよかったら概要欄からフォローお願いいたします。GS、マジでもったいなかったですね。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。